こっちの方はなんかこんな感じですごいおしゃれな感じやけど、え、なに？え、なんか野犬に襲われよりよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見え、このまま眠りにつこうかな。眠ります。ほい、ヒッピホピ島に到着。これはなんかめっちゃ早朝って感じ？夕暮れ？さあ、目を開けてくださいな。どうも。ヒッピホピって書いてるわ。旗に。あなたは今、ヒッピホピという島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいますね。それでは、都のヒッピホピ島をご堪能くださいまし。よし。こんな感じ。旗。なんかね、自然いっぱいのモリモリした島らしいよ。どこから回った？なんか道具が置いてある。おっ、あ、はしごや。はしごを使わんといけん場所があるということだね。あ、見て、ここで釣りが楽しめるっぽい。あ、そして向こう側では実際に釣りを楽しんでいる小人がいるね。ちょっと悪そうだけど。そしてそこの小さな小道を抜けて、ここは黒い小人たちが生活をしている島ということなのか。お、びっくりした、あちゃまる。てか、あれなんやね。後ろから見たの初めてなんやけど、背中ドクロマークついとんや。黒い小人たちって。なるほど。かわいい！見て、なんかめっちゃかわいいんやけど、2匹おるやん。そして、外で遊ぶのか。積み木系のおもちゃが。こっちは遺跡？この先には飛んでいけなかった。さすがに。いけなかったわ。え、なにこれ？あ、ここなんか仕立てスペースってこと？ね、なんかこっち側に、ほら、エイブルシスターズ。エイブルシスターズがあって、この横に、あ、ここで縫い物するんやね。すご。なるほど。あ、見て、ここになんか微妙に木馬とかもあったよ。はい、そして、あ、こっちに上がるところが。何をやってるんだ、あの小人は。なんかこういう斜めな感じの橋とかめっちゃいいよね。そしてこういう小さい二段滝とかもすごい綺麗。ちょいちょい休めるスペースがあるのもいいよね。ここは、誰か動物の家ということよね、多分。外で果物をつまみつつ。あ、奥にはたぬき商店が。なんか坂道がめっちゃいっぱいある。で、この奥には、あ、上に図書スペースがあるよ。ここはあれか。ちょ、待って。はしごを使って。なるほど。ここで本を読むことができると。ふん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 。え、めっちゃいいやん。ね、ここで。ちょっと高い位置におる方が、落ち着いて読める感じかな。そしてね、こっちの、細い道の、え、ここにも物を置けるってこと？ここ物置いてなかったよね、多分。え、なかったよね？あった？あったんかな？ほら、ここにもなんか、本があって、こっち側にも、読書スペースが。お、誰かいらっしゃる。間違えた。で、裏を通っていくと、あ、なんかすごい庭おしゃれじゃない？めっちゃおしゃれな庭。いいね、植物が。はい、そして、ここを抜けて、奥へ行くと、はぁ、芸術的な感じ。かわいい！ラムネちゃんよね。あら、お会いするの初めてですよね。どうぞ、ヒピホピと心ゆくまで楽しんでくださいね。あのね。あ、ここはなんか、芸術的とか思ったけど、絵を描くスペースもあったわ。ちょっと待って、はしごのけとこ。こういう感じ。そして、クマちゃんが描いてる。クマちゃんが絵を描いてた。で、その奥には、博物館。
ほう。あ、5月に吉がやってくるプライベートビーチ。こんなところに水飲み場が。なんか、あれだよね、私何も考えずに適当に雑草を引っこ抜いてるけどさ、あの雑草すらも計算して残されとるよね。素晴らしい。素晴らしすぎる。あ、この上がキャンプ場。ね、誰かキャンプ来とるよ。テントの中には誰もいないみたい。あ、そういう風に表示されるんや。でも多分あの状態ってことは、誰かがキャンプ場に来とるときに夢を更新したってことよね。みんなキャンプ場のクオリティも高いよね。素晴らしすぎるよね。あ、なんかあっこの下では釜でパンも焼けそうな感じ。え、抜け出せない。こっちから回るしか。よし。こっちから上がってきたのか。よし。化石が置いてあった。あ、ここは、採掘場ということかな？ね、そんな感じかな？いろいろと、化石が置かれている。そしてスコップが。まだ作業途中なんやね、きっと。ん？なんか三輪車が置かれてあるけど。ここの家の子かしら。ここの家の子かしら。あ、なんか横に、式場があるよ、式場が。なるほど、こう渡っていくの。ここで、はい、あゆな来ました。あー、いいね、海の見える教会、めっちゃいいやん。こうやったら見えんけど。こんな感じ、めっちゃ良くない？ウェディング、ほら、こっちの方では披露宴。あっ、進めなかった。進めなかった。こっちの方では披露宴が行われると。この滝の感じもなんかすごいいいな。あ、こっちから行くのね。なるほど、こっちが披露宴会場。あ、楽器の演奏とかも。急にちょっと和風エリアにやってきた。あれは一体何が祀られているのだろうか。ここでなんかご飯とか炊き寄るっぽいね。ほら、こっち入れた入れた。あ、いいねいいね、こういうなんか素朴な感じのお弁当好きよ。おにぎりに卵焼きに、いいね、子供が大好きな感じやん。あ、そしてここはここで海の見える、なんていうん、和食店和食店的な感じ。いいなぁ。やっぱりこういうのみんな下にラグが試験権。前レザーを張っとるっていうことよね。ちょっとあっち側もなんかすごくいい。景色が。景色が非常にいいわ。あ、なるほど。ここからはいけないのか。よいしょー。あ、なんか見て。上で、ピクニックや、ピクニック。いいっすね。ちょ、上がらせて。クッションもおしゃれー。ほら、ここで。ちょっと油断したら滝に落ちるけど。でもなんかこう、静かに過ごしたいときに、上で過ごすというのはすごいいいね、崖の上。良きかな、良きかな。あ、そしてここは、なんかオレンジがいっぱいなっとる。すごいなんか素朴な感じ。この感じすごい好きなんやけど。ここも動物の家ということよね。ん？そしてここは家で、家の外で勉強をしてるの？外の方が落ち着けるんかな。そういう感じ。お、なんかここん、おしゃれやね。こんなところで演奏会が行われるんですか。あ、ほら、上にもおる。あ、そして、ほら、ビーチにやってきたよ。こっちの方はなんかこんな感じですごい、おしゃれーな感じやけど、え、なに？え、なんか野犬に襲われよりよ。
え、なんか小人が夜景に襲われよるけど大丈夫でしょうか。そしてこの奥に、ま、温泉とかこういう和の風景が広がっていると。和風エリアいいな。大丈夫なあれ。誰か助けてあげて。あ、洗濯物とかも干されてあったんや、ここ。そして井戸、多分生活に必要な水とかはあの井戸で賄われるのだろう。落とし物してるよ誰か。あ、めっちゃいい。なんかこの、あーいいな。いやなんかこういうの何、すごいよくある街角感超良くない。なんか井戸端会議でもしようかな、この二人。なんで小人たちがみんな悪そうな小人ばっかりなんだろうか。え、でもいいね。あ、ここは誰か、人のお家っぽいぞ。お邪魔します。お、犬が飼われてる。この奥には行けないってことかな。ん、行けないのか。行ける、いや行けなかった。すごい温かみのある感じ。そしてこれがあるだけですごいね、なんていうん、段差がちゃんとあるように見える。すごい見て、あれ1号とビンタくんじゃない。あの絵は前出坂、すごい。へえ。温かみのある感じ。はい、左側の部屋へ。お、ここはお風呂。体重計があるよ、体重計。乗れなかった。乗れるかと思った一瞬。あ、そっか、乗れんよね。はい、そして右側の部屋へ。なんか自然もそうやけど、動物もいっぱいおるって感じやね。あ、全体的に壁とかも統一しとんや。へぇ。すごーい。キッチンよ、キッチン。ん、これは。ティッシュの箱にはウサギさん。赤を基調とした感じ？なんかすごいおしゃれ。はい、そして、2階へ。おー、2階はすごい落ち着いた感じ。そう、私こういう感じをイメージしてさ、2階の部屋を作っとんやけど、でも明らかにね、物が足りてないな。私の家の方は明らかに物が足りていない。何あれ？蜘蛛の巣張っとんやけど。え、あの蜘蛛の巣はそういうデザインなん？え、マイデザーレ？なんかすごくない？ね、蜘蛛の巣張ってる。はい、そして地下へ。お、地下はなんか、ものづくりスペースやね。ここではなんか、トンカントンカンやって、こっちは粘土。え、かわいい！なにこれ？見て。これさ、文房具とか、いろいろなんか、ペン立てみたいな感じなんかな。家型や、超かわいい。こんなんあるんや。へぇー。で、こっちでは、布？服とか作ったりするんかな。で、こっちは工具が置いてある。何っていう風なのはなんか、明確には決まってなくて、全体的にめちゃくちゃ、ものづくり系、工房とかそういう感じ。ほい、お邪魔しましたー。このね、なんか、街の広場感がいいよね。誰か落とし物に気づいてあげて。お、何これ？危険？危険なの？え、めっちゃ綺麗やん。ちょっと待って。ちょいと待って。あ、これで3区ってもしかしてあっちから行ける感じ？ちょ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 。ほら。え、すごいいい。え、めっちゃいいやん。見てこれ。ヒヤシンスがいっぱい。すごいね。しかもちゃんと本物のヒヤシンスじゃなくって、あの、ライトでやっとるっていうのがすごい幻想的な。ここを抜けると、おー、いいね。ちゃんとこれプライベート守られとる感じ。この塀によってちゃんとプライベートは守られとる感じ。よき、おしゃれだな。そしてあの家の中じゃなくて家の外の方に音楽をいっぱい使っとるんよね。
おしゃれだ。ここも動物。じゅんくんのお家。なんか雪かぶっとる風に見えるね。それぞれのキャラに合ったような庭にしとるんかな、やっぱりみんな。あ、おしゃれ。超おしゃれ。あ、ここ、あれや。ビアンカさん。どうも、おしゃれだね。あら、どちら様？見たことないってことは新人さんかしら。ま、そんなこと、目の中ではどうでもいいんだけどね。素敵ね。ありがとう。素敵って言ってくれて。土地広いっすね、ビアンカさん。めちゃくちゃ広いっすね。そしてここでは、お、なるほど、陶芸が楽しめるという。あ、見て、向こう側公園あるよ、公園。はーい、公園。あ、子供たちが遊びに来とるね。かわいい。シマウマのやついいな。そしてこのね、場所場所に合った音楽をちゃんと流してるのが、シマウマのかわいいな。何回も言うけど、めっちゃいいな。あれは普通にタヌキショッピングで買えるやつ？ん？ショッピングやったっけ？マイル交換？マイル交換か。あのスプリング遊具は。もうここに戻ってきてしまったぞ。ただまだ行ってないところは。あ、こっちのその場も、おぉ。あ、ろうそくがいっぱい。え？なにこのろうそく、めっちゃおしゃれなんやけど。なんか、花の絵とか描いてる。ここはキャンドルショップ。うんべのキャンドルショップ、おしゃれやね。え、濡れないように気をつけなければね、濡らさないようにしなければ。浜辺で商売をしているから。こっちの方の家というのはもうちょっと奥やね。こっちはみんな庭で本とか読むんやね。おしゃれだなあ。待って、あっちの橋の方。浜辺のあっち側行ってないね。え？こっちから行けんかったんか。ほんと？あ、切れてるね。ってことはこっちから行くしかないのね。こっちか。ああ、どうも。ビンタ、かわいい。ビンタくん、かわいい。確かにかわいい。お、見て見て見て。群れだ。鳥たちの群れが。何？今から旅立つんすか？お、そしてここに。ここでも絵を描いてる。みんなね、浜辺でめっちゃ絵描きたがるよね。やっぱ映える風景が撮れるんだろうか。あ、いい。こう、あ、いいね。ちゃんと覗き寄る感じにするの。そして横向きに置いた方がいい感じなんかな。浜辺っていうか、こういう岩場に置くのいいね。私のなんか、超雑い感じに見えるけん。お、なんか、海賊たちが、財宝を。君も海賊の一味かい？あそこはアトリエよね。あ、もしかしてそこの人が、浜辺でも描いているということだろうか。そして、お、何やってんの君。見て見て、悪そうな顔してさ、砂のお城とか作って遊びようんやけど、超可愛くない？そんなギリギリんとこで作ったら流されるよ。大丈夫かい？ん、そして、おー、ギターショップ。この村は結構、村？この島は結構あれなんやね。浜辺でみんな商売をしがち。てか、こんなに種類あるんや、すご。いいっすね。ワイルドだね。で、もうすでにこれ買い物に来とる。きっと、かっこいい、若者の男の子たちが、ギターを買いに来ているのだろう。あ、そうそう、あっこあっこあっこ。あそこに、え？あそこどうやって行くんだ？ちょっと待って。普通に行けるんかな？もしかしてポンポン渡っていく感じ？渡って、あっちから渡るんかな？ん？どこだ？この辺から渡って、あ、こっから渡っていけそう。あ、なるほど。こういう感じやけん来れんかったんかな。あ、どうも。おしゃれ。
お邪魔します。お、カフェだ、カフェ。こんなところでひっそりと、ひっそりとっていうか、どうたどり着いたらいいかちょっと若干迷う場所に。カフェ。お、左側は、ここはなんかちょっと休めそうな感じの部屋やね。でっかい、でっかいでっかいベッドが置いてある。はい、そして、奥の部屋へ。おー、なんか全然雰囲気が違う。超白い。なるほど。洗濯をする部屋は、もう清潔感を全面に押し出してくる感じで。洗濯機めっちゃあるやん。ここは泊まるところなの？左はなんか泊まれる部屋ってこと？で、奥の部屋で、こうなんかいろんな人が洗濯物をするみたいな。お、右側も、めっちゃいいね。超いいね。てか、いろんな人のとこで見るんやけどさ、この壁紙超かわいいよね。てか、このミント系な感じすごい好きなんよね。いいっすなぁ。なんかすごいおしゃれで、清潔な感じがする。ね、全体的に家の中に音をつけてないよね。はい、上の階へ。お、上は、図書室かな？こんな感じ。文庫本か、これは。いや、分厚いな。なんて書いてあるかは全くわからんけども。これはもしや落とし物なのでは。そういう感じなのでは。誰か落としてますよ。はい、そして、地下へ。おー、地下はなんかおしゃれ。バー？ダーツも楽しめて。なんかちょっと、大人な空間。ね、そんな感じ。ここだけなんかすごいノリノリな音楽が流れてる。良きかな、良きかな。あれはお客さんなのか、お店の人なのか。お邪魔しましたー。戻るのはこっち側からってことか、また。よいしょ。これで全部回れたかな。一応まあ家は多分2軒やってけんあれやけど、真ん中の方、なんかくるっとなっとるところ、あっこは行ったんかな。はっ。へい。あ、なんかこっち側、こっちは渡れないのか。そういうことか。渡れないのね。は。いいよ。あ、ここ見てなくない？あっちの緑のところは見たけど、あそこは？こっちから回っていくんかな。あ、この奥に行ってないということか。は、ここは？果樹園？果樹園っていうか、洋梨園って感じ？梨がいっぱいある。お、なんか。おー、あ、見て見て見て。あ、ここは、お店か。ほら、なんか外で料理して、そしてメニュー看板があるから、お店ですね。飲食店だ。めっちゃおしゃれなんやけど、外観。ここは一号ってこんな感じなんやん。ええー、超かっこいいやん。超絶かっこいいやん。ここはウェディングのとこやね。で、なんかこっちの方？あれ？なんかさ、蜂の巣とかいろいろあったとこあったことない。あれはどこなの？この下？あ、こう行ってないよね。え、どこっすか？あ、ここから入るんかな？お、見て、養蜂場あった。養蜂場あったよ。ここで大量の蜂蜜が取れるんだな。ほうほう。よき。みんななんか、地形からすごい凝ってるな。ね。私の、だってこんな迷わんもん。
都市のところもなんか適当にくるーっと回れるもん。土地全然いじってないけん。なんかの看板が立ってる。なんだろうかあれは。多分これで全部回ったはず。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか素朴な感じの村めっちゃいいな。なんかね、キラキラおしゃれな感じとかいろいろあるんやけど、素朴な感じも作るの難しいよね。どっちも大変そうだな。大変そうだな。